梅田 DT タワーは大阪市北区梅田一丁目に立つ高層ビルである。2003年3月6日、通称ダイヤモンド地区と呼ばれる場所に完成した。世界初となるハイブリッド免震システムや免震エレベーターが採用されており、比較的自震に強いのが特徴である。設計、思考ともに竹中工務店が担当し、そのグループ企業であるタクリアルティが所有。 管理している。計画当初は上から見ると菱形、横から見ると下層部が斜めになっているというダイヤモンドのような外観をしていた。敷地面積の約55%を公開空地としており、隣接するビルとの間の空間が十分に確保されている。テナントとして NTT ドコモ関西支社が入居しており、地下1階には NTT ドコモのショールーム。 モバイルメディアラボ梅田ワン、ドコモスマートフォンラウンジ梅田が入居していたが、2014年3月20日を、もって閉店した。なお、地下2階は、地下街、ディアモールフィオレとなっている。関西人、梅田 DT タワー、大阪市、超高層オフィスビル、超高層ビルとパソコンの歴史、2011年7月20日閲覧、ありがとうございます。